ね、2回までしてんだよ、今。ガッ！どうも、樹海です。AJ ユナイテッド。ということで、僕一人でございます。今回 A さんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。今日、今歯医者終わって家に帰ってきたんですけども、歯医者の待ち時間中にあることができるようになりまして、それを今回 A さんにドッキリとして仕掛けていきたいと思います。タイトル発表します。もしもクリスチアーノ・ロナウドが左足でフリーキック蹴ってきたらどんな反応するのか。はい、ということで、トレーニングでなんか新しいネタないかなと思っていろいろ探してたら、なんとロナウドで左足でフリーキックが蹴れるようになってしまいました。ということで、ちょっとその動画まず見ていただければと思います。どうぞ。はい、ということで、動画見ていただけましたでしょうか。ロナウドが左足でフリーキック蹴ってると思うんですけども、おそらくですね、無理な体勢からフリーキック蹴らされようとしてるんで、強制的に左足で蹴ってるみたいな感じになってると思うんですけども、 A さん、まずロナウドが左足で蹴ってるとこなんて見たことないと思うんで、いや、これされたらめちゃめちゃびっくりすると思うんですよ。なんで今回はこちらを仕掛けていきたいと思うんですけども、まあ、いつもはセットプレー対決とかイエローカード対決みたいな感じで、企画の中でファールを多くもらえるような状況を作って挑んでたんですけども、まあ、さすがにちょっと似た企画が多いっていうところと、 A さんに感づかれちゃう可能性があるんじゃないかなと思うんで、今回は A さんにガチスカットリーグ1年を通して、まあ、ガチ対決で勝ち点競い合おうっていう企画ですね、またやろうっていう風に持ちかけていきたいと思います。まあ、そうしたらもう必ずガチの対決になると思うので、まあ、ドッキリとか疑わないと思うんですよ。で、その中でフリーキックを得たタイミングでロナウドで左足かましたいと思います。はい、ただ今日はですね、ゲームの撮影日じゃないので別日にやらせていただきます。ということで、ドッキリスタート。どうもえです。次回です。 AJ ユナイテッドガチスカットリーグ第一節、ついに来ましたよ。なんか普通の人くしゃみ多くねえか。アレルギーかもしれん。あ、まあだけどそんだけ俺は有利になるからね。ちなみにこれは何節まで行きます？10月ぐらいに更新だからな。じゃあ月1でいいんだよ。あ、週4。多すぎだよ。多すぎなんだよ。月4か。何で、まあ、とりあえず年末までやるみたいな。今まで通りの勝ち点、まあ、3か負けかなし。そうだね。で、まあ、最終的に勝ち点を取った方の勝利。じゃあ本日開幕戦ということでやっていきたいと思います。行きましょう。私のガチスカットこちらになります。ゴールキーパーノイアー、ディフェンス3枚です。クリバリ、デリフト、そしてムベンバ。こちら初めてちょっと入れていきたいと思います。強いってさ、コメントですげえ言われたので取ってて、今回使いたいと思います。ミッドフィルダーが4枚、左からロベルト・カルロス、ロロリ、イニエスタ、デブライネ。で、3トップが左からネイマール、レバンドフスキ、サラー。そしてベンチメンバーです。ハーランド、メッシ、ダビド・アラバ、ニャブリ、ムバッペ、バラン、カンテ。以上です。かしこまりました。こちらです。ゴールキーパークルトワ、そして3バック、左からウパメカノ、アントニオ・リュディガー、フィカヨ・トモリ。ミッドフィルダー6枚、左、ジョアン・フェリックス、そしてビエラ、マケレレ、ムガッペ、トップ下2枚、左ガウさん、右メッシで、ワントップクリスティアーノ・ロナウド。そしてサブ、ミリトン、キミッヒ、ベッケンバウアー、ジェームズ・ボード・プラウズ、デブライネ、そしてエリン・ハーンとオシメンです。こちらでやらせていただきたいと思っております。これがハマってんだよな、このフォーメーションが。あれ前回どこだっけ？カザフスタンです。なぜに？さ、カザフスタンの主力設定をすることによってこのスカットが獲得できるんですよ。このフォーメーション変化の中にはこれないんですよ。だからカザフスタンで一回フォーメーションに組み込んどくさえすれば、ベースチーム後から変えても使えるみたいで。それすごいな。今日の豆知識コーナーでした。おお、はい、か行くか。通訳ありがとうございます。行くかって意味だったんですね。いや、そうだよ、正面だと思ってましたけど。なんで正面だ？今からかますぜみたいな意味を。正面じゃないんだ。違う。いや、だけど結構激しい試合になりそうだなこれ。いや、俺ガンガン行くよ。ガンガンハイプレス行くから。ガンプレってやつ。ガンプレ行くよ。ということで、皆さんもこちらね、食べてみてください。やっぱガンこれ一番うまいから。ビタミン C も取れて歯につきにくいガンなんで、ビタミン C を取って皆さん美肌目指しましょう。以上です。いや、かますしかねえよマジで。おお、はい、かーあっそオッケーオッケーオッケー。負けれね、似合わなすぎんな、ポルトガルのユニフォーム。確かに。てかメッシもちょっと微妙だけど。おお、いいね、いい抜き方。いやー、オッケー、ナイスクレア。あー、マジか。ここでロナウド、あー、オンナイス、いいよ、オッケー。マジでロナウドナイス。ロナウドサッカーの久しぶりのロナウドに。いいや、やっぱ高さあんだよな。あの近いとこで上げるのもありだな。いや、全然ありだよ。やっぱロナウド高えわ。いや、ロナウド高え。あー、マジ打ってこう。
危ない。てかこれは左、こっちだと左利きで、これでこうだよね、普通に。そう、そっちは、うん、そっち側で OK。よしよしよし。相手に。よし。はい。早くクリアしろ。なんかチームでさ、キッカー入れとかなきゃなんないな、みたいな感じで人選するときあるじゃん。うん、うん。それが必要ないわけよ。素晴らしい。こういう話してる時ってマジ決まんだよな。シュメーン。ロナウド1。いやー取れん。ノニーもノールックじゃん。ノニーもノールックじゃん。いやー取れん。ムーペ変なモーションしたぞ今。いやー取れん。ムーペ変なモーションしたぞ今。きた。いやおい強え。さすがベラ。マジか。ゴー。いやビエラから右へ。いやくそ。いやタジタジしてんな。いいぞ。さあ、ロナウド。オーケー。体当てただけじゃねえかよ。またデリフトか。いやこれマジで向かい手あるぞ。いやそれ流行りじゃないから今。インパクト。うわ当てたい。さあ行こうか。はいや、ミオめちゃくちゃ速かった。見てんだよ。じゃあマクス。いいね。いいよ。ノー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 。いやよろけてるだけじゃんかよ。フェイント入れることによってファールもらいやすくなったりするからな。誘ってんだよマジで。もう今日のコンセプトは弾丸だから俺は。これ大体この辺だったらショートパスで。はいゴー。さすがに無理。あれ。いやあ、やばい。よし。あ素晴らしい。くそマジか。やべ、真ん中開けてしまってる。グモーよ。なんか混戦してるな。綺麗な。今の意味あったか今のまたぎ。綺麗な。今の意味あったか今のまたぎ。うおーマジか。いや、やない。いやあ。あ、やば。あいちった。いいちゃうぞ。ロナゴメッシさ、そこまでなんか活躍できないんだよな、俺使う。いや、ちょっとそれは分かるんで。あー、まあ、あとワンプレイか。このまま危ない。あ、待った。来た。いやー来たけど終わるか。終わったか。まあ、いいでしょ。まあ、本番はこっからだよ。形的にはいいよ。悪くはね。よし、かまそうか。参ります。ああ来た、来てる。いやーやばい。くるいやーくそ。やばい。やっおいやー止めねもらえるよな、ね、そりゃ PK になったかと思った今。ギリギリか。いやーまず PK の方が良かったのにな。ガーンって言ってパス来るから絶対。ガーンって言ってパス来るから絶対。いやーいいかねー。あぶねー。いやないこれは笛はありません。ガーン。あー今のはちょっとやっちゃったな。これはうわースポーツマンシップに反するわこれ。うわこれめちゃくちゃいい位置じゃん。行くか。ガーン。やったのロード。おい。マジかよ。くそ。送ってます。来るぞ。え？何今の？あ戻っていないまだ。あこれチャンス。誰もいなかったぞ今。ディフェンスが。チャンス。何今の？いやー。いやーマジか。あせ。あやばい。うわもう乱闘だよ完全に。まあ今のはしょうがないけど、まああそこ今切り崩されたら多分1点目だ。まあもう終わるからいいでしょう。大丈夫でしょう。頼みます。クエスチョンロードルディガーら辺に合わせてゴーめちゃくちゃ巻いてきたけどゴールと逆方向に巻いてきたわ。いやーやばあ、やば。ね。
おい、どっちどっち、これどっちの方だ。やっちまったムバさんの方だろこれ。2回ファールしてんだよな今。いやだからさ、全然ファールじゃないんだよ。はい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 、頼むぞ。うわやば、いやいいシュートなんだけど違うんだよな。いやもう最後、あーよし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 、いいよ。オッケーオッケー、あー終わったか。いやー思ったんと違うわまあでも結構回されたなあ。どうしたということで勝ち点がまあ、まあ、3獲得です。次節は勝ちますよ。え、なんでちょっと一回ちょっと戻るわ。え、マジなんでだ全然思った通りかね。いややっぱもう合ってないんだよやっぱフォーメーションが。本当にふざけてる。なんで練習すんだよ。え、なんでどういうことマジで。フリーキックで入ったっていう意味ないから。マジでどういうこと。これあれのやつか。あー、まあ、さっきみたいな感じですよね。マジでそんなだから決まらないから行くな。マジで行くじゃん。なんであっちで行かない。うわ、行くわ。でも決めちまうか。いやもうさっきのうさばらしだよ。え、ちょっと待って、左で蹴ってない。なんかロナウド蹴ってるわけないやん。利き足でしか蹴れないでしょうが。え、見てても。え、ほら左で蹴ってんだよ。そうだ。え、マジマジマジ。え、いや蹴ってないって。もう一回やって。ロナウド左クソ強いんだよ。ほらマジだ。すごいっしょ。え、完全に左利きになってないロナウド。ほらきっと。ロナウド左利きになったね。ちょっとさ、あのキッカーセレクトのとこ見してもらっていい。いや右だよ。てかエンディングを取ってないわ。ちょっと待ってや。もうこっから左狙いってんの。ちょっとね重心変わんない。やば、来ました、ロナウド左足フリーキックゴール。いや、まあ、左蹴ってたけど。いや、なんでこれ練習だと行くんだよ。普通の試合で行けよ、マジで。それ狙ってたんか。ということで、クリスティアーノ・ロナウド、悪魔の左足フリーキックドッキリでした。これすごいね。やるやん。あ、そんな褒めなくてもいいんだよ。これマジででもすごい。そんな褒めないでくれ。これちょっとびっくりだ。そんな褒めないでいいから。マジで上手かった、フリーキック。本当に尊敬するわ。クルーは。いつもなんか、俺はなんか世界で、まあ、3番の意味に入る、イーフットボールプレイヤーだみたいなこと言ってんじゃん。いや、マジで、今後活動しづらくなる。本当に。